はい、こんにちは、菊田です。土曜日に遊学のお里に行きましたらですね、国見中学校がトレーニングをして、府中中学校と、そして国見 FC シニアの方も一緒になってですね、練習試合をやってました。ゆっくり取材ができなかったんですが、国見中学校の落ち着いたこうパス回し、バタバタしなくなったなという感じ、印象を受けました。国見 FC シニアも、2つに分けて、みんながゲームに出れるような仕組みを作られたみたいです。みんなそれぞれにこう頑張っていただきたいですね。